トンマク山は、静岡県浜松市北区と愛知県新城市とに、またがる弓張山地の標高563.5メートルの山。山域は、浜名湖県立自然公園及び奥浜名、自然休養林の指定を受けている。三日備地区の最高峰。遠州灘に面した温暖な地にあり、冬でも積雪のほとんどない山である。 南西三福の浜松市北区三日美町忠木には875年に改装したと伝えられる畑教寺跡があり、三日美町福永にある大福寺の前身とされている。北西三福にあるげのげ寺聖地が1944年3月7日に国の天然記念物の指定を受けた。新白市げの技、新谷神古山の標高を200から300メートルに、 かけての40ヘクタールの地域に、ウバメガシ、サカキなどの団地生植物とともに、杉が自生している。東側の中原の浜松市北区稲佐町、奥山道の上には、観光植物園の花の奥山公園がある。山頂には一等三角点、休憩所、人形が設置されている。芝生の山頂公園となっていて、浜松市の町並みや浜名湖。 演習灘を見渡すことができる。山頂には無線中継所があり、遠くから見てこの山の目印となっている。山上では笹百ゆり、春林道、松虫草などの野草が見られる。南側の下部の山域は三日日みかんなどのみかん畑として利用されている。静岡百山研究会により、静岡の百山の一つに選定されている。日帰り登山やハイキングの対象となる山。 静岡県側には、奥浜名自然歩道として3コースが整備されている。代表的な奥山バス停からトンマク山、風越峠、城が峰を経て、浜名湖作米駅に至る重層コースは、静岡県版、山のグレーディング検討会により、無接期、天候量工事の技術的難易度が、ランク A、体力度が、3、1から10とされている。主な登頂コースを以下に示す。 山頂に設置されている一等三角点静岡県と愛知県境の弓張山地上にあり、浜名湖の北岸の北キロメートルに位置する。山頂の西にキロメートルにあるピークは、扇山と呼ばれている。周辺の主要な山を下表に示す。南西側の富士見岩から望む弓張山地の山並み、左から、飴生山、金山、扇山、トンマク山、城河、峰、 トンマク山と城が、峰との間の採用に、富士山、トンマク山の手前に新東名高速道路、稲佐連絡黒の三河日ジャンクションと、不幕トンネル以下の河川の源流となる山で、太平洋側へ流れる。静岡県側から望む愛知県道392号、静岡県道303号新白稲佐線が通る、神座峠、トンマク山と、浅間山との暗部。 浜松市北区稲佐町刈宿にて、周辺の峠を以下に示す。南山6に、静岡県道68号浜北三日部線、北山6に、愛知県道392号、静岡県道303号新城稲佐線、西山6に、愛知県道445号、静岡県道308号蓬来山が日線が、通る。山域の南部を新東名高速道路、 稲佐連絡黒のトンマク山トンネルが通り、山域の東部を奥山トンネルが貫通している。山域の多くは植林地として利用されていて、亀割峠から扇山の南域に扇山林道、神座峠から東山腹に不膜林道などの林道が付設されている。林道が山頂部にある電波通信施設へ通じる。奥山コースの展望台や細江コースの風越峠へ下る。 両線上などからは富士山を望むことができる。2018年に山頂の休憩所の屋上に新たに展望台が設置された。ウィキメディアコモンズには、トンマク山から眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。